嘘でしょ。GoPro さん、どういう計算方法これ。何が違うのこれ。今緊急で動画を回して、おります。緊急ってこともないんですけども、以前よりですね、GoPro からアナウンスがありました。約2週間ぐらい前かな。新製品発表だと。例年通り、この時期に発表されましたね。日本時間の9月5日、GoPro がついに予約販売開始となりました。私の動画を普段から見てくださってる方は、ご存知の方も多いと思いますが、私、ビート内藤はアクションカメラが大好きでございます。こちらですね。GoPro11持ってます。そして、昨年発売されましたこちらですね。GoPro 12、GoPro 12、ちゃんと買いました。で、正直言うと、11から12の進化ってほぼなかったんですよ。で、今回の13もね、パッと見はないんですけど、皆さん、やっぱりね、アクションカメラ何買っていいかわからないから、内藤さん頼みますみたいな、メッセージもいただいておりまして、ちょっと、様子を見ていきたいなと思います。ちょっと様子を見るってのもおかしいけど、ちょっと確認していきましょう。本日ですね、発表されました。これやつ、ニュー、GoPro 13でございます。早速なんですけども、バーンと出てまして、今回の大きな特徴としては、これですよ。レンズがすごいたくさん出たと。今まで通りの超広角で、手ブレ補正などをですね、しっかり抑えてくれる、超広角レンズモッドも出ましたし、これ GoPro のマクロレンズって多分初めてじゃないかな。サードパーティーでは出てたかもしれないですけど、おそらく初めてだと思います。今回の大きな特徴は、このレンズキットですね。こういった ND フィルターも純正のやつが出たと。映画好き、は知ってる方多いと思うんですけども、アナモフィックレンズモッド、こちらも出ました。これ何かっていうと、光とかがこう横線になるとレンズでございます。ほぼ使う人って誰だろうと思いますけど、これもなんかね、モーメンとかなんかで出てたような気はするけどな、違ったっけな。あれは iPhone 用か。で、まだこのアナモフィックレンズっていうのは、発売されてないと。カミングスーンってなってますね。新しいバッテリーが採用されて 1900mAh となって、最長で2時間半連続撮影可能となっておりますね。で、これも新しいのかな？給電しながら、USB Type-C で給電しながら、連続撮影もできる。タイムラプスって、ずっとね、タイムラプスも長時間撮影できるようになりましたっていうことですね。以前からですね、僕はずっと要望していた、このマグネット式のマウント。他社だと DJI の OSMO ACTION とか、Insta360 の Ace Pro とかは、このマグネット式カチャって、脱着がめちゃくちゃ簡単なマグネット式になったと。結果、これ特許じゃなかったってことですよね。ずっとこれは僕は GoPro の怠慢だったんだなと、ここで気づきました。めっちゃ言ってるけど。でも、取り外し、脱着がめちゃくちゃしやすくなったって感じですね。最高映像画質っていうのは 5.3K の 60p と。これはね、素晴らしいなと思いますね。やっぱめちゃめちゃ綺麗です。最高画質、最高フレームレートに関しては、GoPro 12から据え置きという感じですかね。最高のスローモーションとしては、400fps まで対応していると。ただですね、フル HD でもなくて、HD 撮影だったらこれができるってやつですね。画像はちっちゃくはなりますよね。SNS にアップするぐらいだったら、720p でも、ギリギリいけるかなっていう感じですかね。一応ね、これスローモーションで 5.3K で 120p なら5秒間は撮影可能みたいですね。解像度によってスローモーションのレベルが変わっていくっていう感じかな。いろいろ機能増えてはいますが、どうすかね。12からそこまで大きな進化はないかな。とはいえですね、皆様の期待もありますし、気になる方も多いと思うので、ちょっとね、一応、注文見ていこうかなと思います。値段が、今僕がですね、サブスクリプションに登録しているので、サブスク入ってる人の価格が表示されてます。ただですね、これおそらくサブスク入ってなくても金額変わんないんじゃないかな、本体価格。一応ね、今確認したんですけども、これ以前から変わってないんだけど、以前はなんか GoPro のサブスクに入ってると本体価格が、安くなってたと記憶してるんですけども、今回は、そういうことか。で、今なんか確認したところ、一応僕サブスクリプション入ってるんですけども、サブスクリプションに入ってても入ってなくても、基本的な本体価格っていうのは変わらない感じですかね。通常サブスク入ってる人はアクセサリーが、最大 50% 値引きされるって感じですかね。というわけで、金額が変わらず、68,800 円となっております。高いっすね。やっぱりアクションカメラで。68,800 円ですって。これから値段下がっていくと思いますけどね。とはいえ、早くレビューして皆さんにどういったアクションカメラなのかっていうのを伝えないといけないので、はい。で、一応、こういったアクセサリーキットっていうのも売ってます。本体と、水に浮くグリップハンドルと、あとはバッテリーを、これ2つついてるのかな？バッテリーが2つついてると。あと、両面テープのマウントとケース。そして SD カードがついてくるって感じですかね。これでだいたい9000円ぐらい値段が上がります。バッテリー2つついて、SD カードがついて、グリップついて、9000円ぐらい高くなるのかな。今回 GoPro が推してるっていうのはこのレンズですよね。これは今までにも出てたんですけども、ウルトラワイドレンズモッド。超広角レンズで、なおかつ、手ブレ補正がしっかり効いてるというやつをつけると、通常ですと85,600 円のところが、82,400 円になりますということですね。今回は、このマクロレンズすごく気になるんですけども、マクロレンズではなくて、こちらの GoPro Hero 13ブラック超広角レンズモッドセットにしようかなとは思います。はい。ちょっと待ってね。これ商品の内容を確認すると、マグネット式のあれはどこ行ったの？マグネット式のマウントは一体、これもしかしてマグネット式のマウントって別売りなの？これ。嘘でしょ？別売りですわ。別売りなのかよ。GoPro！これは、押してんだったら付けなさいよ、これ。別売り？通常価格 4,200 円。サブスクだと、1,000 円ぐらい安くなるのかな？ 3,360 円。いや、安けろよ。いや、これはセットにしましょうよ、GoPro さん。で、バッテリーが、バッテリーパック。バッテリー1個だと通常 5,200 円。サブスク会員だと、4,160 円なんですが、2個パックだと、8,700 円。サブスク会員だと 6,660 円なんで、2個パック買った方がお得ですね。やっぱりね、バッテリーの持ち良くなってるって話なんだけど、やっぱりバッテリーを3つぐらい僕持ってないと不安だなっていうとこがあるので、はい。これを買おうかな。ちょっとこの、マグネット式マウントが別売りっていうのは衝撃ですよね。あんなに押してんのに。はい。ちょっと待って。あれ？なんかちょっとこれ、ちょっと僕、びっくり、違うかな？ちょっと待ってね。GoPro Hero Black 超広角レンズモッドセットが、82,400 円なんです。今ね、これセットだと、サブスク会員だと、この価格になってます。ただね、ちょっと待ってね、これ。超広角レンズモッドを買うと、どういうことこれ？サブスク会員の場合だと、13,440 円になります。合計が、82,240 円。なんですね。別々で買うと。ただこれセットで買うと、82,400 円。謎に160円高くなるんですけど、GoPro さん？どういう計算方法これ。え？何が違うのこれ。え？マジでこれ何が違うのこれ。全然わからないです。別々で買った方が謎に160円安い。細かいこと言ってる俺。まあ、160円ですけど、たった。なぜセットのが高なんの？俺、計算間違ってるかな？ちょっとこれ、謎すぎるな、マジで。え、これプラス税金かかんの？税別なんだ。で、プラス送料かかんの？え、結構な金額になるぞ、これ。いやー、なんかマグネット式の充電ケーブルもいいんですけど、価格がめちゃめちゃ高い。11,040 円よ。ちょっとこれ、高いっすね。手出せないっすね、これは。他の今までの GoPro 12であったり11、そして10にも、このマグネット式の電源ケーブルキットっていうのは使えるみたいです。まあ、ただまあ、なので、まあ、すぐ買う必要もないのかなと思いますんで。まあでも結構高いですね。このケーブルで11,000 円って。ちょっとこれ、購入手続き全部で見てみますと。なんか、ごめんなさい。消費税別じゃなくて、消費税は込みの値段でした。はい。めちゃくちゃ高いよ。本当に。まあ、ちょっとね、92,560 円。今までまあ11、12ってほとんど変わってなくて、まあ今回の13もぶっちゃけね、性能面で言ったらそこまで変わってないんですけども、バッテリーの持ちとかが変わってたりとか、するので、まあそういったチェックもね、していきたいと思います。というわけで、注文。しかし GoPro さん、なぜセットの方が高くなる？そこだけ、ぜひ、チェックしてください。というわけで、商品届きましたらすぐにですね、開封してレビュー動画撮っていきたいと思いますので、この機会にチャンネル登録、機会よろしくお願いします。緊急で撮影しておりまして、こんな髪型になってしまいました。というわけで、後ほど。